かい、万物説、マーカブチャ、ろうそくの光、流れる。みなさんこんにちは、日本と大観光チャンネルです。毎年3月の満月の日、タイやカンボジアで行われる万物説、仏教の重要な日として祝日になる。ここはタイ、家の近所にあるお寺、ワット・アソカラーム。白く荘厳な寺院として知られている。夕方5時半のワット・アソカラームの様子からご覧いただきながら、マーカブチャーについて説明していく。この日はビサカーブチャー、アーサラハーブーチャーと並び、仏教にとって大切な祭日となっている。なお、多くの場所で禁止という習慣がある。このように各地のお寺に多くの人が集まる。そしてお寺に寄進する魚や鳥などを自然に放つなどの善行を積む。このような寄進のことを短文という。短文は早朝なら街中でも托鉢をする僧侶へ日常的に行われている。タイの寺院では本堂手前で靴を脱ぐことを忘れないでほしい。インドでブッダが入滅する3ヶ月前の旧暦3月、ブッダがウェールワンという寺院を訪れた際、釈迦が来ることを事前に知らせていなかったにもかかわらず、弟子が1250人偶然集まったという。その奇跡を祝うために始まったとされるマーカブチャ。また釈迦が自身の入滅を予言した人も言われている。ところで釈迦は個人の名前、ブッダとは悟りを開きたるものという意味である。人々は火を灯した線香とろうそく、蓮の花を手に本堂の周りを3周する。夕日の中の白木姿もまた美しい。
さらに日が落ちていくと明かりが灯される。それでは美しく流れる光の様子をご覧いただきたい。多くの僧侶と信者が集まっている反対側に行く。満月の夜、神社の狛犬のように階段の両側に鎮座するのはなあが、インド神話に起源を持つ邪神、釈迦が悟りを開く時に守護した仏法の守護神、インドから中国に渡って竜神と結びつき、それが日本にも入ってきている。
灰で流れるろうそくを眺める。そのような時間の過ごし方はいかがであろうか。